はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はちょっとね、お話ですね。お話シリーズです。シリーズじゃないですけど、お話をしたいと思います。何かと言いますと、楽器ね、まあ30年40年前と今の楽器どれぐらい進化したんでしょうかっていうことです。まあこれはヴィンテージのお話からちょっとつながってくるかなと思うんですけど、いわゆるジャパビンと言われるあのロースーツ問題ですよね。あのフェンダーのストラトキャスターとかギブソンのレスポールのそっくりさんもうね、全く真似して作った時代があって、1970年代ですよね。その時にまあその本家をそっくりに作って、もう何もかもそっくりに作ったので、アメリカ側のそのメーカーフェンダーギブソンが訴えてきたと。で裁判になって日本が負けたというところ。なので当時から、だからそれがいわゆるまあ今になってすごい日本の職人さん、メイドインジャパンのギター、今ねちょうどギターのメイドインジャパンってすごくやっぱり注目されてるんですね。クオリティが高いっていうことで注目されている中で、そのロースーツ問題、要は訴訟問題まで遡ってって、でまあずっといったところ結局メイドインジャパンのギターだってダーンってダーンってなって、要は70年代とかその辺のギターっていうのが見直されてるわけじゃないんですけど、まあある種のアンティーク的なね部分と、それからまあ当時のすごいその職人さんの技というかね、そういうので見直されてるっていう背景がございます。まあそれが元になって今とどれぐらい違うのかっていう話なんですけど、今はまあギブソンとかはちょっとね、あのまだまだ手で作ってるところはいっぱいあると思うんですけども、それでもほとんどのギター、今のギターっていうのは工業製品なんですよね、ほとんどが。まあその地元地メーカーっていうんですか、でもうすごくこうね手作りにこだわってって言ってるカスタムのメーカーさんはちょっととりあえず置いといて、いわゆるその有名どころのブランド、まあ、アイバニーズさんとかもそうですし、 ESPLTD さんもそうですね、アメリカでは。でこういったギブソンとかエピフォンとかそういうのも全部そうなんですけど、あの基本的には僕が知ってる範囲で言うと、基本的にはその木のね、こういうギターの形っていうのはもう専用の木工機でガーって削って、機械で削って、それをある程度最後の仕上げは人間がやってると。だからもう最初の部分っていうのは本当材料をセットしてこうねガーってクランプしてセットして、でスイッチオンってやるとイーンって削れちゃうっていう工業製品なんですよ。で昔はどうだったかというと、昔はあんまりそんな工業製品ってやっぱ知らなかったですね。いわゆるクラフトマンっていう言葉がやっぱ流行ってただけあって、かなり手作業というか、その、まあ、機械は当然使うんでしょうけど、職人さんというかそのね熟練さんが作る、手で作るっていう工程がすごいあったと思うんですよ。まあそれゆえにすごくそっくりさんのねギターを作れたりとか、品質の高いものが作れたりっていうことなんですけど、でまあちょっとそういう話をしていくと、あの先日いただいた中で昔のギターの話をしたいして、あのしてくださいみたいなのがあったんですけど、私が始めたのがギターを始めたのが、39年前ですね。15歳の若かりし頃ですね今54ですから、まあ、この撮ってる時今が54歳のこの54の顔ですけども、まあそれが39年前で、その時は、まあ、昔話ですよ。今日の回は本当に昔話です。いいですか。昔話になりますけど、当時ね私が一番最初に買ったギターっていうのはねフェルナンデスだったんですよ。まあ、当時もちろんですけど、そんなギターの数なんか知らないんですよね。インターネットもないし、じゃ入ってくる情報といえばもう雑誌、ああいうマガジン、ヤングギター、ロッキン F もそうですし、そもそも楽器やってない人間がヤングギター買わないんですよね。多分買ってなかったと思います。ギターは初めてから買い始めたのかな、楽譜が載ったりとかしてたんでね。でそれまでは楽器屋さんに並んでるカタログをもらってきて、まあ昔ってカタログまで印刷されたのが積んであったんですよ。あれをいっぱいもらってきて、とにかくこうずっと読んでました。ずっと見てました。でその中であったのが、アリアプロとフェルナンデスと、あとフェンダージャパン、まあその時はまだフェンダージャパンといって、そのいわゆる本家のフェンダーではなくって、まあ、フェンダーのライセンスとジャパンだと思うんですけど、のが大体その辺がこうカタログっていうかあったんですね、楽器屋さんに行くと。でそこでフェルナンデスのがすごく分厚くって、で当時フェルナンデスさんっていうのはかなりねやっぱり勝負してたんですよね。例えばナイトレンジャーブラッドギルスとかにギターを提供したりとか、日本のジャパメタシーンには結構提供して、特に私の世代で言うと44マグナムとかあの辺に始まって、リアクションだったりラジャスだったり、あのもうかなり多くのバンド、まあ、横関さんとかもそうですし、かなりのバンドの
日本のねメタル界のジャパメタと言われる方々に楽器をこう提供演奏エンドースしてたと思うんですよ。そういうこともあってフェルナンデスっていうのは私の高校生の若かりし頃の私にとってはですね、憧れブランドの一つというか、ギターイコールフェルナンデスだったんですね。それ以外のものは、フェンダーのストラトキャスターってこう、なんかすごく昔ながらの音楽なデザインに見えたんですよ。すごく。学校でいうとこの真面目な人たちが使うのがストラトキャスター。それ以外は、こう、とんがったギターはフェルナンデスみたいなのがあって、それで私が買ったのは、まあ、なのでその流れ的に私が買ったのもフェルナンデスでした。フェルナンデスのね BSV70 っていう、ちょっとこの辺にあの画像探して絵を出そうと思いますけど、 BSV70 というギターをね買ったんです。でフェルナンデスさんのモデルっていうのは、あの後ろの数字がもう金額なんですね。70だったら7万円、55だったら5万5000円、ね、90だったら9万円っていう風になってて、当然上の方に行くとスペックがついてる装備、ピックアップとブリッジが良くなったんですね。で、さすがに BSV の55っていうのがあって、確かね、BSV の55、70、90、110かな。なんか4つぐらいグレードがあって、一番上はもうフロイドローズもついてるし、すごい良かったんですけど、そんなね、高校1年生ぐらいの人間にね、そんな当時、そんな10万円もお金ないですよ。なので、一生懸命小学生の時から10年かけて貯めてたお金をはたきまして、それで、フェルナンデスの BSV70、まあこれがね、すごいとんがってて、もう、すごい突き抜けた形だったんですよ、私の中では。それで、色はね、キャンディアップルレッドというね、赤色のメタリックですよね。あれを買いました。でそれを買ってお店とかに行っていろいろ話してると、ちょうどね当時44マグナムのがブームで、ジミーっていうねギタリストがいて、彼が白の BSV を使ってたこともあって、その形のギターを持ってるって言っただけでね、ああやっぱりねマグナムでしょ、ジミーでしょってこう言われてたんですけど、私ね正直言って知らなかったんです。後でもちろん知ってますけど、当時私はメタルの世界といえばもうラウノデスの高崎さんかバウバウの山本恭司さんって、もうこの2人しか私の中ではなかったんですよ。もうそれ以外のアーティストのことは全然知らなくって、そのロッキンフとかね、ヤンギターとか出ますけど、もう全然もうユアサシーンとかも全然知らなかったんですよ。それで、まあ、ジミー44マグナムで、違うよってなんかちょっとはあれありながらね。それで BSV の70でしたけど、なんかねピックアップもしょぼかったんですよね。BSV70 7万円でしょ、 BSV707 万円でしょ、と当時としてはね7万円高いと思うんですよね。非常に高いギターじゃないと思います、7万円のギターで。ただブリッジはなんかねよくわからないフロイトローズもどきなやつでも、ロックしてない感じのなんか通し弦でビューって弦をね、エンドのこの丸いボールからくっついてビューって入れただけのやつなので、アームすれば当然チューニング狂うとかね、そんなんでしたね。でピックアップもよくわからないのがついてました。ドッグファイターだったかな、なんか横のバー1本ついたやつで、まあこれも音は全然良くなかったんですよね。それでまあその音良くない中でずっと練習してきて、でいろいろ機材を買って、もうね当時なんて知識ゼロですからね、ネットもないのでとにかくわからないね、知識ゼロなので、何を変えればどういう音がするかっていう情報が全くなかったので、とりあえず、まあ、先日の動画で言ったかもしれませんけど、とりあえず歪ませたければマーシャルアンプ買って、そしてオーバードライブとかね、ディストーションとかいう歪み系でペダルを踏めば、もうそれでラウドネスの音だと勝手に思ってたんで、当然イギリス直輸入のリード12っていうマーシャルを買って、ヤマハさんが確か代理店やってたと思うんですけど、その輸入物を買って、それでギターを直接挿したところもカチンカチンのキンキンの音で全然歪まないっていうね、うわなんだこれ大失敗じゃんっつって、で周りの人たちは何買ってたのかな、グヤトーンだったのかな、なんかあんまりよく覚えてないんですけど、なんかその辺のよくわからないブランドのアンプの方がなんかいい音してるなと思って、一生懸命ねお金をはたいて買ったマーシャルの方が音が悪いっていう非常に悲しい状態だったんですね。まあ当然アンプの使い方もね分かってないので、多分うまく使いこなせてなかったっていうのはもちろんあるんですけど、でそんな中でやっぱり歪ましたいっていう欲望は強くて、そしてボスのオーバードライブ、ボスの DS1、 オレンジ色のディストーションってやつを買ったんですよ。それにカチンカチンの
ね、先日もお話しましたけど、クラッチ系のアンプにディストーションをかましたことで、硬いのと硬いのと組み合わせたら、もう硬い硬いみたいな、全然わかんない音になって、それでドツボにはまりましてね。でいろいろこう周りの、まあ、高校生の友達とかが見ているペダル見ると、ヘビーメタルっていうボスのペダルを持ってて、これは簡単に歪むぜって言われてたり。でもね、そんな次々買うお金ないじゃないですかね。でボスさんってやっぱり当時高かったので、だいたいね8,000円9,000円、もうほぼ1万円近かったんですよ。私当時高校生の時のお小遣いの月1000円しかもらってなかったので、毎月1000円もらってたんで、エフェクター買うのに1年お金貯めなきゃいけないんですよ。ありえないでしょ。だからそんな中でやっぱりオーバードライブっていう名前がつけば柔らかくなると、もうちょっといい感じの音が出ると勝手に思い込んでて、まあ、なんせねロッキー F とかヤングギターしか情報誌がなかったですからね、ネットがなかったん でそれを信じて買いに行ったら、ボスのなんだっけ SD-OD-1、 当時まだ OD-1 だったんですよね確かね。でそこから SD-1 スーパーオーバードライブっていうのが出て、まあ、でもね高かったんですよね、あれが多分1万円ぐらいしたと思います。やっぱりボスさんを買えなくって、ヤマハさんのまあ同じオーバードライブでもいいだろうって言って、当時お店の楽器屋で試し弾きするような腕なんか全く度胸もないですしね、もうとにかくもう決め打ちでこれって言って、ヤマハさんが確かね6000円ぐらいだったかな、7000円ぐらいだったかな、で買ったんですよ。でまあそれでいろいろ試して、まあちょっとはマシの音が出たかなと思いながらも、まあ悶々とした状態がずっと続きましたね。なので私はそのフェルナンデスのフライング V BSV というやつね、 BSV70、 あれねずっと日本の時間ずっと置いてたんですけど、ある時もうだいぶ大人になってアメリカに来ちゃってですね、10年ぐらい経ってかな、あの時のまだ自分の部屋そのまんましてもらってると信じてたんで、親に、まあ当時まだ親生きてたんで連絡して、ちょっとギターね今度日本行った時にギター取りに帰りたいんだよなって言ったら、そんなもんねえよって言われて、あの全部人に欲しいって人にあげたよって言われて、もう結局なのでね BSV っていうもう幻のギターになっちゃって、今手に入んないでしょ、ないでしょ。それがもうすごいね、すごい引き込みましたよ。高校1年の時に買って、高校3年間大学行って4年間大学院行って2年なので、3、4、2だから9かな ?9 年間。9年間そのフライング V を弾き続けて、もうね、12フレットのところとかをチョーキングで結構もうフレットがこう少し削れてなってきてましたけど、今思えばもったいないことしたな。で分からなかったので、まあ、分からないなりにいろいろ周りとこう話をしてこう聞きながら、高崎さんのね音を出すには、まあいい、彼と同じピックアップを入れればいいんだっていうのをどこで掴んだ情報か分かりませんけど、なんかそういう風になったんですよ。ピックアップを変えればいいんだと思って、まあ無謀にもピックアップ、当時ねあれどこだったかな、大阪梅田の中江楽器だったかな、コカシナのね、確かあそこにオーダーして買いに行った記憶があるんですよ。 LH200 っていう ESP の LH200 というピックアップを買いに行って、2万円ぐらいしましたよ。高かったですよ。でそれをリアだけ買って、1個だけ買ってブリッジ側にリア側に入れたところ音が良くなって、そっから本当にそのフライング V ずっと使ってましたけどね、もう本当に気に入っちゃって音が良くなって、で今思えばよくそんなことやったなと思って、情報もない中でよくうまいこと配線できたなと思うんですよね。ハンダなんてやったことないのにハンダごて買ってきて、でこう普通の工業用 のハンダのこのあれをね買ってきて、ジュッジュッてこうやってやって作りましたね。まあ結果的にうまいこと言って非常にいいギターでした。でブリッジもね、途中で、まあ、大学生になってバイトをし始めてお金が貯まったこともあってね、フロイドローズのユニットを、フロイドローズってね昔めっちゃ高かったんですけど、どっかのタイミング、僕は大学生ぐらいというかな、なので1990年前後の時にライセンスものっていうのが出て、今思えばですけどね、フロイドローズが安くなって2万円ぐらいで買えるようになったんですよ。もともと 4、5万してたやつが2万円ぐらいで買えるようになって、キンキラキンのやつが、これも梅田の中井楽器ですよ。確か中井楽器って名前だと思います。高架下のところのね、あのところの楽器でこう窓ガラス見てたらフロイドローズが売ってて、でユニットを安かったので買って、で自分でもう BSV の
とこにインストールして自分で設置して全部やって、でフロイドローズタイプ、あれフロイドローズか本物か、金色のねキンキラキンしたものを赤のキャンディアプレートのねやつに入れてずっと弾いてました。懐かしいです。で当時なんてそんなマルチなんてもうそもそもなかったと思うんですよ。少なくとも我々学生や素人が手に出せるようなものではなかったので、エフェクターといえばもうロックやってねメタルやりたいといえばもうボスのペダル買うしかなかったんですよね。ボスのオーバードライブとかディストーションとかなんかその辺だったと思いますよ。それで、まあ、大学入っていろんな人のいい音してる人とかのこう足元をよくこう見に行くようになって、先輩だったりとか友達だったり全然知らない人の路上ライブでやって何をこれ結構ね見て回って、それで真似をしていろいろ機材を買うようになりましたね。なのでボリュームペダルもそれで知りましたし、なんか当時そんなんでしたよね。で当時はまだね多分時代背景的に許されたと思うんですけど、例えば ESP の、 あの高崎さんのランダムスターね、あれのコピーギターっていうのは普通に売ってたんですよ当時、あの楽器屋さんのブランドで。その ESP はめっちゃ高いんですよ、ランダムスターはめっちゃ高いんですけども、安いバージョンでねミュージックランドキーっていうのが大阪にあって、ミュージックランドキーバージョンのランダムスターって言って、このヘッドのロゴのとこは真っ白なんですよ。だけど形は全部もう全く一緒のランダムスターを作ってて、でそれを友達が買ってたんですね。高校の時の同級生が買ってたやつがいて、でそれがまあひょんなことからこれ俺ちょっといる、あ、いらないんだけど買うとかって言われて、わからんまま、はい、買うとか言って買ったのが、そのミュージックランドキーバージョンの、 あの白いランダムスターに赤目ピンクかなんかのピックガードがついたやつをね、あれを買って、あれも結構大学の時使ってましたね。でピックアップはねその時に ESP の他に何を入れようかっていうのでヤングギターとかを結構読み漁った時にダンカン JB っていうのが出てきたんですよ。あれ誰だったかな、多分洋物アーティストの方が JB を使ってるっていうのをもうそのまんま鵜呑みにして、今思えばとても恐ろしい感じですけど、ヤングギターに書いてる情報をもう丸々信じて、シンコミュージックさんのね情報をそのまんま信じて JB をこれもあれもオーダーして買ったんだよな、ゼブラを買って入れて、そしたら音がよくってっていう、まあ、それも配線どうやってやったんだろう全く覚えてないですね。紙が入ってたのかな配線の仕方、まあ、ちょっとよく覚えてませんけど、それも配線をして自分でやってですかね。その辺ぐらいから自分でギターをいじる癖がついちゃって、ほとんど自分でやりましたね。でミュージックランドキーのランダムスターモデルなんで、はっきり言ってそんなに、でしかもめっちゃ友達5000円かなんかで友達から買ったんですよ。高校の同級生から5000円で。なのでまあそこまでの愛着心もないというか、なのでそこまでもそのなんていうかすごく高級感もなかったので、だから、ね、今度はねネックだけを今度買ってきたりとかしてね、このジャクソンの形をしたこれもあれノーブランドですよ、ノーブランドを買ってきてこうね外して付け替えればいいんだと思って、付け替えて穴開けてこうやって、こう結果的にうまくできて、ランダムスターのヘッドもジャクソンタイプに変えましたねとかいろいろやりましたね。当時そんなんでしたよね。で、まあ、当時これは素晴らしいと言われるペダル僕の記憶ではないです。もうボスさんとヤマハさん、あとグヤトーンかなぐらい、あとなんかアリオンとかいろいろあったけど、その辺はさすがにもう最初から手出しませんでしたし、まあエフェクターといえばボスでしたよね日本は、日本のその学生の間の中では。なので例えばねいらなくなったエフェクターとかもねよく学校の中でねこうバイバイしてましたよ。僕も人からフランジャー買ったりね、で人から買ったフランジャー使ったけど、やっぱりフランジャーって意味わかんねえなと思って、でベーシストが欲しいって言って、なんかブツブツ交換したとかねありましたけどね、そんなでしたよ。なので本当にまあよくやってたなあという、まあよくやってたなあ、感心ですね。はい。で私はレスポールに全く興味がなかったんですよね。やっぱりまあヘビメタをやりたかったって言って髪の毛を立てたりしてた関係で、当然ギターもフライング V ランダムスターのコピーですけどね、そういうのばっかり使ってましたし、フェンダー系でストラトキャスター系すら持ってませんでしたね。
なので私が学生時代にステージングで弾くギターっていうのはフライング V とランダムスターだけですよ。すごい過激な人間ですよね。でレスポールを使ってる人がいたんですけど、同級生に。だけどなんか、ちょっと違うなと思って使ってませんでしたね。まあそんな感じでしたね。とにかく当時は情報がなかったので、でお金もなかったし、いましたよね。私の周りにはそんな外国のギターまだがギブソンだとかそういうのを買ってる人っていなかったので、全然ね情報ゼロでしたね。当然日本にはいっぱい来てたと思うんですよ。けどもそういうチャンスになかなか巡り合えずに学生時代を過ごしました。今から39年前ですかね。39年、35年前ぐらい前ですかね。はい。ちょっと今これぐらいしか思いつきません。なので、皆さんですね、昔の話でちょっとこうね、懐かしみたいみたいな感じがあったので、ぜひですね、コメント入れてください。当時を。で、当時の話でちょっとコメントのラリーをしたいなと思いますので、うまく言えませんけどね。ぜひですね入れていただけたらと思います。でそれに対してちょっと私もコメント返していきながらね、あったこんなのあったみたいな話をねどんどん膨らましていけたらなと思います。はい、なのですいません、今日はちょっとお若い方には全然興味がなかったかもしれませんね。なのでちょっとそこは申し訳なかったんですけど、こういうリクエストもあったので、答えさせていただきました。またね、いろいろ、内容、トピックにこだわらずにね、質問を受けたこととか、やってくださいって言われたことはね、どんどんね、やっていこうと思いますので、何かご興味あることがあれば、ぜひですね、コメントなり入れていただけたらと思います。最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。こんな内容で押してくれるかな、ちょっと不安ですけど、ぜひ、今後も可愛がってください。よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。